川崎市の高津市民館で、市民館を拠点に活動するサークルや団体の年に一度の発表会が6月11日と12日の2日間にわたって行われました。来て、見て、聞いて、仲間になろう合言葉に開催された今年で44回目となる高津市民館サークル祭。絵画作品の展示やフラダンス、大賞ごとの演奏など15の団体が日頃の練習の成果を発表しました。やっぱり自分の技というか演技をね、少しでも良くするために1年間練習した結果の発表会みたいなもんです。それを応援する人たちが見学に来られたり、またその会に入りたいっていうことも多かったと思います。月に2回集まって活動しているという高津切り絵会では、10人のメンバーが作品を出品。材料の画用紙や折り紙などはすべて100円均一のお店で揃えているそうです。ここに色紙を貼り付けのね、この葉っぱを緑をね、折り紙や色紙でカラフルに仕上げた素晴らしい作品に、来場者からは自分もやってみたいとの声が上がっていました。主体としては発表会ですけど、それを見てそういう会に入って自分も勉強したいなっていう人も最近増えてきました。できるだけ若い人たちを多く入荷していただければと思ってます。